どうも皆様、いかがお過ごしでしょうか。ゆうきチャンネルの中の人、ゆうきです。前回からね、何手詰め、7手詰め以上の場合はね、いつも何手詰めかってね、皆様にお考えいただきたいと思うんですけども、前回からですね、何手詰めというのをですね、先にこう申し上げていきたいということでね、前回からちょっと変わったんですけども、今回は15手詰めの詰め将棋をお持ちいたしました。15手詰めでございます。ということでね、今まで7手詰め以上というね、表記があったんですけども、7手詰め以上という表記をですね、廃止させたいと思います。大変申し訳ございません。では、今回15手詰めということなのでね、皆様ね、お考えいただけたらなと思っております。では、棋譜の本読んでいきたいと思います。玉型、1二歩、2一銀、3一玉、3二角、4二桂、4三歩、ここまで玉方の駒でございます。合計6枚ございますね。攻め方5枚。1三歩、2三歩、2四香、4一角、5三金、ここまで玉方の、攻め方ですね。持ち駒はありませんということでね、1分間お考えください。解説させていただきます。皆様ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回どこに詰みがあるのかについてなんですけども、まずは3二銀成からこう入っていきますね。3二銀成、はい、角が効いてますからね、これがいい手筋ということになります。でこれはもう同玉では取れませんので同銀で取ります。同銀で取りまして、はい、2二角打ちですね。角が効いていますから2二角打ちとこうきます。で、これはもう2一玉しかありません。2一玉。はい。で、1二歩成とこうきますね。1二歩成。はい。1二歩成。これはもう同玉ですね。はい。1三歩打ち。角が効いているので1三歩打ち。まあ、これでも詰んでないのでね。打ち歩詰めにはならないので、これが有効的。で、これ2一玉。引きますね。3二角成。はい、3二角成。で、これは同じく玉。はい、同玉で取ります。はい、続きまして、3二銀打ちですね。3二銀打ち。3三銀打ちですね。大変失礼しました。3三銀打ち。角がしっかり効いていたところに、こう、銀を働かせるようなところですね。はい、こちらに逃げましたらですね、これ銀成で即詰みですから、これは2一玉とこう、逃げるしかないですね。はい、2一玉とこう逃げまして、続きまして、1二角成、1一角成ですかね。1一角成。はい。角がこう上に出ていきます。1一角成。で、これはもう同玉しかないですね。同玉。で、こっちに逃げたとしたらね、これね、銀がなれば、詰みですし、まあ、ここね、馬引いてもね、結果的にこう詰みがあるわけですから、まあ、これ取りましょうね。取りまして、取りまして、はい。同玉と来て、1二二香成で、これで詰みです。はい。これで15手詰めの完成ですね。ということでね、もう一度やっていきたいと思いますので、ね、最後まで皆様ご視聴いただきたいと思います。はい、ここで。はい、よし。で、玉、角、銀。銀で、銀がここか。
すいません、戻すのに少しだけ時間がかかってしまいました。ではもう一度解説させていただきます。今度はですね、スムーズに解説していきます。3二銀成、3二銀成、同じく銀、同じく銀、2二角打ち、2二角打ち、2一玉、1二風なる、1二風なる、同じく玉、1三風打ち、2一玉、2一玉、3二角成、3二角成、同じく玉、同じく玉、3三銀打ち、2一玉、1一角成、同じく玉。はい、これですね。なんと、これで、詰みました。2-2、2-2、強成で、これでなんと詰みということですね。相手方にですね、駒をだいぶ譲ってしまった形になったんですけども、今回はですね、この銀と成銀、成香ですね、そしてこの一三歩というのが最終的に決め手になりました。で、皆様見ていただいた通りですね、もともと一三歩っていうのがあったんですけども、一三歩ってもう一度ここに打ち直しました。ということはですね、この一三歩っていうのはこれ一回消えてしまうんですが、最終的に復活するという形になりましたね。というのが今回のポイントになってくるかなと思います。ということで、今回の詰め将棋はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画もぜひご覧になっていってください。それでは失礼いたします。